おはよう。本日も寒いですね。令和5年1月31日、つくば未来市の朝日でございます。マンモス。おはようございます。いやー、昨日疲れた。いやー、終わってからもいろんな方とお話しても、最後ね、すいません、最後に、お話ししてた。眠ってました。で、その後1時半ぐらいかな、起きて、はい。ありがとうございます。で、今日も朝早く起きて、一応自分の番組見直してました。はい。皆さん、本当にね、昨夜ね、出てくれた方、西くん、本当にありがとう。にゃこちゃん、泣きながら電話くれたね。もうこれからね、あんまり喧嘩配信にならないように、気をつけますね。昔ね、本当に、別に私は喧嘩好きではないんですよ。ただ仲裁したいだけで、でもこういう風になるとね、喧嘩になるでしょう。それで結構、レディヒロさんとかね、中野師匠とか、私を応援してくれてた人が離れていってしまいました。大事な人をたくさん失いました。そして昨日ね、にゃこさんもこれを再訪してくださいって泣きながらね、応援してますって。あ、涙出て。泣きながら電話くれてね、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ごめんね。心配させて。にゃこちゃん言ってる通りなんだよね。つくば未来市の人に見てもらえるような番組にしないと。選挙受かんないと。だから昨日はね、まぶちゃんとかね、アロマさんとかね、論点ずれてる人が多くて、うははですねって。だからね、見てるところが違うんだよね。全然。にゃんちゃんありがとう。理解者、あなたのような理解者が、本当に俺にはありがたいんだよ。イエローさんとかね、ずれてるからね。まぶちゃんとか、アロマさんは。でもね、あの人たちもいい人なのよ。バカだけど。バカほど可愛いって言うでしょ。バカほど可愛いっす。イエローのバカ。62人もなってあの程度だよ。残念です。残念症。だから、年下の俺にバカ野郎って言われて入れ歯してて走れって言われるんだよ。俺はね、少なくても、年下の人に、まあ、なんだろうな、軽く見られるような、そんな存在にはなりたくないっす。親しみやすくてバカにしやすいのはそんな人間ではいたいです。ただ軽く見られたくないです。アロマさんは親しみやすくてすごくいいですけど、軽く見られるよ。あれでは人間深くならないと。表面だけ見てああいう風にやるようじゃ、イエローさんのために俺言ってんだけどな。仲間だと思ってるからあれだけ怒るんだよ。イエローさんに対しても、アルマさんに対しても、マブちゃんに対しても、仲間だと思ってるからなんだよ。でもうちの娘にね、言われたっすよ。いや、真剣に向き合っちゃダメだよって。仲良くしてるだけでいいんだよって。理解できない人たちに真剣に向き合って、ヒデのイメージが悪くなるだけだからって、真剣に怒って真剣に向き合っちゃダメだよって。わからない人たちに。そういう風な人だと思って穏やかに付き合うのがいいんだよ、ヒデはって。うちの娘は賢いんですよ。俺は誰に対しても 100% で言っちゃうから賛否両論、アンチも増えるし、いろんなことが起こる。でもやっぱ俺は俺なんだよな。誰にも真剣に向き合いたいんだよ。自分の価値観を押し付けちゃってんのかな。自分の価値観強く、信念持ちすぎてもブレないからな、俺な。人生勉強だな。
昨日ね、ピーチさんっていう方、ピーチさんっていう方がね、上がってきてくれて、ちょっと勉強になりましたね。うん。従業員さんのこと考えなきゃダメだよ、嵐くんって優しく言ってたね。そうなんだよね、自分の店とはいえね、他人を預かっている以上、例えばね、例えばですよ、頭おかしいのがいて、店の中に火炎瓶投げられるとか、ね、いろいろありましたよね、北九州でね。だから、なんだろうな、下手にね、争い事を、大きくしないようにね、嵐くん。あなたの男には伝わってます。ビジネスさん、思う気持ちも伝わってます。ビジネスさん、みんなに愛されてるなぁ。そして、少女ジャー君、昨日で、もう最後にするって言ってくれたんで、その言葉を信じて、私は、今日も明るく元気に気持ちよく、怒らず恐れず悲しまず、未来大駅に行こうと思います。昨日ひろちゃんね、ひろちゃんありがとう、アルマさんありがとう、七尾ポーズありがとうね。でアルキンさん、申請方形だったとは、やっぱり私が見抜いてましたよ、最初から。ワクちゃんも方形なのかな、方形の話したらみんなおとなしくなってたもんな、みんな方形なのかな。まさか上の社長は違いますよね、ラコしてたもんね。ズル向けでしょ、マフラー。お願いしますよ。バクちゃん、まさか入院ってさ、包茎の手術ではないよね。包茎の手術なのかな？やっぱりね。あれ？やっぱクソの周りはクソが集まるからね。ポンプするやつ。そうです、俺世の中良くしたいんですよ、日本大好きなんです、俺の中には日本を愛する心と日本人としての誇りプライドがあります。実際俺は本当に情熱的でエネルギッシュな人間です。俺の周りには情熱的でエネルギッシュで楽しくて優しい人ばかりです。要は同じ波動の人が集まるんです。昨日これ窓拭いたんだよ俺、これ同じ人間が集まるんですよ。そして昨日ね、俺の親友に電話したら喧嘩になっちゃってっていうか怒られちゃって、電話切られちゃって、昨日会いに行こうと思ったんですよ実は。で俺お金借りてていろいろ助けれてもらったんですね。ですごい親友なんですよ。でそいつはね、金なんて1円でも持ってきてくれりゃいいって言うんですよ。気持ちが欲しいって言うんですよ。そんなギリのね男だと思わなかったって言われて、いやー、何言われても返せなかったね。まあ本当にね、言い訳になりますけど、お金も時間もなかったです。ね、動けない親、まあちょっとは動けんですけど、親もいろいろあって、去年からね、いろんなことがありました。で、お袋も入院したりね、いろいろあったんですよ。親父が死にそうになったり。でね、本当にね、顔出さなきゃいけないとこに出せませんでした。いっぱいもうね、もう、山積ですよ山積み、いろんなことがね、重なっちゃってね、やらなきゃいけないことが本当に山積みなんですよね、今。で、ラッキーファミリーの方のね、講演会の方の、収支決算、講演会長を出してるって言いながら出してなかったんですよね。で、出してって言ったじゃないですかって言ったら、言ってねえよそんなことって、もうイエローさん並みなんですよボケ方が本当に堂々と言ってくれ、もう会長、会長もうイエローさんと会長ダメだ本当に、もうええ加減せよおら、お前ボケもええ加減せよおら、ということで本日も窓拭きだよこれ、もう一回アディオーサミオーエンジョイヨーライフ。